生きづらい全ての方々に届け We are スターダム、今回ですね、スターダムの5スターグランプリについてちょっと話したいなと思うんですけど、今佳境も佳境で、8月31日ですよねに、まあ、優勝者が決定するという形になって、まあ、今回のね5スターグランプリも、まあ、いい意味でも悪い意味でも、まあ、トーラ夏子選手、中野タム選手、渡辺桃選手の絡みとかもかなり話題になったこともあると思うんですけど、今回ですねパラリンピックの上地結衣選手というですね車椅子テニスだったと思うんですけどパラアスリートなんですけれども、その選手が私はパラリンピックに参加しませんって話をしたんですよ。おおと思ってですね、あれじゃあもう競技やめられんのかなと思ったら、私は参加せずに競技しますって言ってる、競技者ですと、私は参加者ではありません、競技者です、だから参加と言わないでくださいみたいな、なるほどなと思って、戦いに行くわけですよね参加じゃなくて。でこれって5スターグランプリだったりとか、まあシンデレラの時もちょっと思ったんですけど、まあ僕はこの新日本プロレスの内藤哲也選手が去年から言ってて、まあ今年大幅に改善されてすごく盛り上がったっていうのはあったと思うんですけど、もう勝ち越しはいいやとか一勝できればいいとか、もうなんかただ単にちょっと5スターグランプリ出ましたよっていうような感じの選手を応援しづらいなってすごく思ってて、それがさっき上地選手が言ってた参加したい方、5スターグランプリ参加したい選手とで5スターグランプリ優勝したい選手っていうのは僕違うと思う、戦いたいっていう選手が思いのところで、で僕は参加したいと思ってるレスラーはそれでいいと思うんですよ。その実際参加したいっていうレスラーを応援したいファンっていう人はいるわけですから、あ成長したらまた来年に向けて頑張ってほしいな、だからそれこそ矢上選手とか一番わかりやすいですよね、まあ、ソーレー亜美選手の欠場負傷欠場で指名されてで出てで、ソーレー選手の思いを分背負ってごっつあいを背負っていきます、まあ、これは参加でいいと思うんですよね、来年につながるしで、まあ、何かしらの形になってくれればいいかなっていうふうに思って、で、まあ、他団体の選手も、まあ、戦いに来てると思うんですよ。やっぱジャストタップアウトしかり、仙台プロレスしかり、まなみ選手もやっぱまなみ選手めちゃめちゃいいレスラーですからね。でセラリサ選手も、まあ、途中で体調不良があったんで、まあ後楽園ホールで鈴木すず選手と2年ぶりとかだったんですかね、あったんで、まあ、できたらねもうちょっとお互い鈴木すず選手も多分そんなにコンディションは良くなかったと思うんで、まあ、できたらそこもコンディションがいい状態で見れたらよかったかなと思うんですけど、だからフリーとか他団体から来てる選手はもう背負ってるものが若干違うと思うんですよね。やっぱこう自分らの団体をお客さんいっぱいにしたいし地方でいろいろしたいし、でその中でスターダムに出るっていうのはやっぱシュープロだったりとかいろんな話題になるから集客につながるしっていうのがあって、まあ、そこは戦いに来てるわけでしょ。参加するぐらいだったらなんだよって、やっぱスターダムの方が面白いじゃんと、いやそうやってあっちの団体いいわってなったらもうとんでもないことになりますからね。それはいいんですけど、やっぱ見てて多分、まあ、最終的な結果にもつながっていってると思うんですけど、参加するだけの選手だったら正直その時間を削っていいんじゃないかなみたいな、結構見るのが辛かったというか、長い時があったね、4時間とか3時間とかずっとシングルマッチで数秒で、まあ、急に何十秒とかで終わるとかばったりしたんですけど、もうなんか見ててね、まあそれでお客さんがいっぱいになってるからまああれはあれなんですけど、もう参加したい人リーグと戦いに来てるリーグで分けてもらうじゃないですけど、それかもう参加したいだけの人で、まあ、正直出たくないというか、別に出なくても夏子選手は参加もしたくないし、戦う意味もねえじゃんっていうので、まあ、代わりにルアカっていうのは良くなかった気がしますけど、まあそれね、でまあ、僕の中でですよ、参加したいなって参加したい気持ちで結果が出ないレスラーよりは戦いたいと、あのリングでもう絶対私がやるぞっていうような思いが強い選手、戦いに思いが強い選手が出てほしかったなっていうふうに思うんでね。でもその選手が、まあ、名前挙げさせてもらうと神戸桃選手なんですけど、神戸桃選手がねこう思い入れてすごく強かったと思うんですよ。そういう意味で言ったら水森優奈選手もそうだと思うんですけど、ただやっぱねさっき言ったみたいに
まあ、オリンピックじゃないですけど参加標準記録っていうのがあるんで、参加標準記録をクリアしたからって言ってもメダル争いができるわけじゃないんですよね。予選を突破できるわけでもないんですよね。だからなんかこの陸上競技で参加標準記録をクリアするのが、日本記録を出しても参加標準記録に満たないでオリンピック出れないってめちゃめちゃあるんですよ。それはもう世界のレベルがと違いすぎて出ても結局戦えないからっていうことでなんだと思うんですよ。だからね、やっぱその参加標準っていうところをクリアできるっていうのは最低条件だと思うんですよ。でその中でやっぱ戦いたいなって思いようがないと、コウゴモ選手で考えたらやっぱね、こう X とかインスタとか見たらやっぱトレーニングしてるし、こうセコンドでね、あの1年目だったりとかのレスラーたちと一緒に横でこう言ったらセコンドするわけですよ。でこうバン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 盛り上げたりとか、なんか岩谷選手の靴を貸したって言ってましたからね。でこうトップロープでだったりとかエプロン側で戦う時にこう、あの僕はあんまバン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 叩くのは好きじゃないんですけど、あのバン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 叩くからなんか拍手は起こるけど選手の名前は起きない理由の一つなんじゃないかって僕は思ったりしてて、でもあのバン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 がないと会場中がシーンってなっちゃうんで、まあ、そこの盛り上げ方はもうちょっとっていうのはちょっと思ったりするんですけど、まあそれでいろんな形でサポートしてて本当本人は辛いし、まあ、意気込みがあっただけにね、だけど参加標準に達してないんですよね。でそれで、SNS とかいろいろ言われてるけど、ふざけんな私だって、ムカついてんでこれでいいと思ってるわけねえだろって、まあ、前を向いて、まずは多分、まあ、肉体改造を今も続けてて体も作れてるんで、まずはハイスピード目指して、でそれで、まあ、今度のゴテスのリーグ戦誰と組むか次第ですけどね、まあ、怪我なく、ベルト争いに絡んでシンデレラ出て、で来年はね5スターグランプリはもうシードといいますか、会社推薦の、まあ、参加標準記録を大幅に上回って戦えるね、優勝争いができるっていうようなレスラーが出てきてほしいなっていうふうに僕は思ってるんで、ちょっとねもう3、いいんですよ。でも参加だからこれはすごく難しいところで、じゃあ戦いに行く、戦うぞと、優勝争いができるぞってレスラーと、参加するだけでいいやって参加、ファイブスターグランプリ参加しますっていうレスラーで、じゃあどっちの方がお客さんを集めれるかとか、どっちの方がグッズ売り上げがいいかとか、どっちの方がペーパービュー買ってもらえるかとか、そこのバランスがめちゃくちゃ難しいなって考えてて、単純に強気でいいってわけじゃないし、かといって人気があれだけでいいわけでもないし、かといってずっとプロレスをしときゃいいってわけでもないし、かといってじゃあ SNS だけ良ければいいってわけでもないし、そのバランス力がね本当に難しいんで、だからまあビジュアルしかり、内容しかりで立ち位置しかりで、新人もどんどん来てますし、今は新しい団体ができてそっちと比べられるし、このままの勢いでいいのかって思われるし、だけど集客としてはやっぱどこの会場も大きく上回ってますから、だから多分ノアよりもいいと思うんですよね。そういう意味で言えばノアも後楽園いっぱいするのは結構大変だと思いますしね。で選手との熱もあるしっていうので、まあ、すごく難しいとこではあるんですけど、ちょっとねあの上地選手のその私は参加者じゃなく競技者ですっていうところでを聞いて、ちょっとねこの5スターグランプリのこのうんって思ってたこと、まあ、リーグ戦しっかりですよ、あのレスラーとして大好きなプロレスを見てて、なんか団体によって全員が全員チャンピオンを目指してるわけじゃないんだなみたいな、まあ年齢とか怪我とかいろんなのはあるんですけど、もうなんか新人の力とか1年目2年目からなんかもうやる気ないみたいな感じの、参加してるだけでいいみたいな人がなんか多いなっていうのがちょっともうすごい不思議だったんですけど、まあまあそれはそれで人それぞれですし、まあ、今の時代的なこともあるのかなと思ってるんですけど、ちょっとね、腑に落ちたというか、なるほどなって思った話だったんで、まあね、実際最後までこう勝ち残っていける選手は戦いに来てるレスラーで、参加できればいいやって思ってるレスラーは絶対上に行けないような仕組みにはなってると思うんで、じゃあ自分が足りないのを来年にね、生かしてくれればいいですけどね。なんかそれで、まあまあ出れたからいいやぐらいじゃ、やっぱちょっと僕はですよ。やっぱそこに熱さとか勇気とか希望とか元気とかパワーをね感じれないんでね、僕は。だけどお金たくさん使ってるわけじゃないんで、いやそんな言ったってあんたお金使ってないでしょみたいな、
スターダムワールド加入してるぐらいのお金でしょ、なのに文句ばっか言いやがってって私はちょっと泣きそうになるんですけどね。はい、ということで、ね、ちょっとね皆さんも参加者か競技者でちょっとね見ていくっていうのが